タンパク質たっぷり、毎日食べたい蜂蜜の植物由来食品。タンパク質は心身の健康を維持するためにとても重要な栄養素です。すべてのどの栄養素も体に必要なものですが、その中でもタンパク質は代謝と深く関わり、ホルモンの分泌や筋肉の構築、強化に役立っています。タンパク質は体がちゃんと機能するために必要なエネルギー源なのです。しかし、そのタンパク質を動物性の食品から摂り入れる方が多いようです。健康にはいいかもしれませんが、同時に高いカロリーと脂肪分を摂取することになるので、体重の増加につながる可能性があります。野菜にもタンパク質を含むものがたくさんあります。野菜は食事の幅を広げてくれるので、その他の栄養素も一緒に摂れて一石二鳥です。それでは蜂蜜の植物由来タンパク質とその取り入れ方をご紹介します。1. 豆腐。豆腐は大豆から作られる、日本人にはとても馴染み深い食品です。マイルドな味わいが魅力で、必須栄養素をたっぷり含んでいます。非常に質の良いタンパク質を含んでおり、筋肉量を増やす手助けになります。豆腐 100g あたり 10g のタンパク質を含み、それでいて、たったの 110kcal しかありません。イソフラボンと抗酸化成分を多く含んでいるので、更年期などのホルモンバランスの乱れを調整してくれます。2. キヌア。キヌアは、ペルーやボリビアなど南アメリカで主に食べられている食材です。これは栄養素を含んだ疑似穀物で、身体的、また認知障害に素晴らしい有効性が認められています。カロリーがとても低いのにもかかわらず、ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸を非常に多く含み、代謝を促し、筋肉を強化します。また、タンパク質を多く含むだけでなく、繊維、抗酸化成分、その他多くの化合物を含んでいるため、とても人気のある植物由来タンパク質です。3. 豆科植物。豆科植物は、様々な方法で食事に取り入れることのできるとても便利な植物由来タンパク質です。このエネルギーを多く含んだ食材は、運動、筋肉量の増加におすすめです。繊維を含んでおり、細菌の生物相を調整したり、腸の活動を活性化させたりします。また、満腹感を与えるので、減量を考えている方にはおすすめです。血糖指数やカロリーが低く、代謝障害を避ける役割があります。特におすすめの豆科植物、レンズ豆、豆類、ひよこ豆。4. クレソン。100g あたり 3g のタンパク質を含みます。また、繊維、抗酸化成分など、体全体に重要な栄養素を多く含んでいます。クレソンは活力を与えてくれ、関節や骨、筋
筋肉の健康をサポートします。5. アスパラガス。アスパラガスには利尿作用とデトックス作用があり、それに加えて少量のタンパク質を含んでいます。アスパラギンと呼ばれる必須アミノ酸が筋肉量の増加と神経系のバランスを調整します。また、糖分をエネルギーに変換する過程で重要となるインスリンの分泌を改善します。6. ほうれん草。ほうれん草はアミノ酸、抗酸化成分、体の機能を改善するビタミン類を多く含んでいます。100g あたり5ケラ 7g のタンパク質、その他繊維、ミネラルなど、筋肉の強化や身体活動に重要な栄養素を含んでいます。7. ブロッコリー。タンパク質、繊維、ミネラルをたっぷり含むこの食材を毎日の食事に摂り入れましょう。100g あたり2ケラ 3g の多量栄養素を含んでいます。これは男性が必要とする量の 5%、女性が必要とする量の 6% に値します。8. レタス。レタスは大抵のサラダに入っていますが、これは栄養価、薬価の高い食材です。含まれているタンパク質の量は少ないですが、食事ごとに摂り入れることで、1日に必要な摂取量に近づく手助けになります。繊維、抗酸化成分、必須ビタミンを豊富に含んでおり、フリーラジカルやその他の外部刺激によるダメージから守ってくれます。ご覧のように、タンパク質を多く含む野菜類はいくつもあります。動物性タンパク質の代わりに、これらの植物由来の食品を摂り入れて、より健康な体づくりを目指しましょう。